こういったコロナの状態になると生活様式も変わっていきましたよね。リモートワークが増えて、家族が学校休校になって、みんなで過ごす時間が増えて、それで良かったっていう方もいらっしゃるけども、やっぱりそこ生活リズムが狂って、ものすごくそれがストレスになって、余計にイライラしやすくなったっていうケースも結構多いんです。だけれども、感情的になっていると本当に伝えたいことじゃなくて、感情だけをぶつけてしまうんですよ。アンガーマネジメントっていうのは、怒らないことを目指すことではなくて、自分にとって怒る必要のあることと怒る必要のないことを見極めていく作業なんです。私もともと子どもが好きで、子どもの教育に携わりたいなと思って、初めての社会人経験が幼稚園教諭だったんですね。で、そこでやっぱり多くのお母さんたちのイライラも目の当たりにはしたんですが、正直自分も結婚もしてなければ子どももいなかったので、なんでこんなに可愛い子どもたちにイライラするんだろうっていうのがちょっと不思議だったんですね。ただうちの夫が転勤族なもので、その杉並で第一子産んだ後に北海道に転勤になったんですね。もう本当に土地も右も左もわからない、で知り合いもいない、友達もいない、もう小さな 2歳前の娘と夫は仕事でいない、寂しい、孤独、なんか苦しい、でなんか社会から見放されたような孤独感とか、誰ともつながりがなくて、もうなんかこう世界で一人ぼっちみたいな、こうそういう気持ちになっちゃうんですよね。でやっぱりすごく怒りを感じるようになったんですよ。あ、本当に愛おしいしと思う対象に、なんだけこんなに憎たらしいと思うんだろうって、その相反する感情が自分の中に芽生えたことが、なんかびっくりしたのと、あれと思って、私今までイライラするお母さんの気持ちなんて分からなかったけども、実は私もすごい怒り持ってるんじゃないと。じゃあどうしたらいいんだろう、どうやってこういったこう自分のイライラと向き合えばいいんだろうってこう思ってる時に、アンガーマネジメントに出会って、でその時にあれピンときたんですよ。これ私にも必要だけども、あ、社会にも必要だな、子育て中のお母さんも必要だけど、それだけじゃない、みんな感情は誰しも持ってる、あ、これ私すごく仕事にしたいと思ったんですよ。子供にイラッとしてたけど、その根底にはなんとなく夫婦間でこう不満に思っていることが、八つ当たり的に子供に向かっちゃっただけなんだってケースもあるわけですよ。ですから、私は何のために怒ってるんだろうっていうのを考えていくと、実は自分がもっと望んでいるものが見えてきたりとか、本当に嫌なことっていうのが分かってくる。家庭内のその怒りっていうのは密室だからこそ起こるっていうのも一つあるんですよ。私もその子育ての経験であったんですけども、やっぱ家にいるとどうしてもその怒りの対象を何回も頭で繰り返したりしてしまうけれども、自分の中ではやっぱ公園に行くことでイライラが収まったり、クールダウンできるってことが多かったのもあって、よく公園に行きました。自分以外の誰かがいるって実は大事で、ですから公園に行くことで、そういった状況を自分で作ることができますよね。怒りすぎちゃって、なんか本当にこのままだったら良くない
自分も嫌だし、それからそのやっぱ子どもにも良くないんじゃないかって言って来られる方がいるんですね。自分が怒っちゃうことすごく必要以上に責めてるので、別に怒ってもいいんですよ、うん、怒ってもいいんだよっていうのを言いたいのと、 あとはね、ちょっとコツを知っていればいいだけで、私から見たら皆さん本当一生懸命子育て頑張ってて、愛情持って一生懸命してる方が本当にほとんど で、なんかちょっと力になりたいなと思ってるんですよね。でこうやっぱり子供を大事にしたいし、自分も成長したいからこうやっていらっしゃるんだろうなと思って、私いつもこう本当になんかありがたいし、なんかこう尊敬の気持ちでお母さんたち見てます、うん。